リゾートゲートウェイステーション駅は、千葉県浦安市舞浜にある、ディズニーリゾートラインの駅である。一般には、リゾートゲートウェイステーションと案内される。車庫から出港した車両は、ここが、始発駅となるほか、最終列車のみここが終着となる。JR 東日本京葉線、舞浜駅と乗り換えができる駅である。ホームは2面1線で駅の4階にあり、 ホームゲートが設置されている。ホームごとに乗車専用、校舎専用に分かれていて、進行方向左側が校舎ホーム、右側が乗車ホームとなっている。舞浜駅とは、ペデストリアンデッキや隣接する商業施設、イクスピアリを介して乗り換えることができる。乗車ホームへは、JR 舞浜駅側の入り口から入場する。また、イクスピアリの営業中は、 イクスピアリ内い2階の改札からも入場できたが、2018年5月29日より、この改札は利用不可となった。2階コンコースからは4階ホームへのエレベーター、4階直通のエスカレーター、階段、3階コンコース経由のエスカレーター、階段がある。校舎ホームからは3階コンコースへのエスカレーター、階段、2階コンコースへのエレベーターがある。 校舎ホームから2階コンコースへの直通エスカレーター、階段はない。10時18時の間は3階コンコースから2階コンコースへの階段及びエスカレーターは通行止めとなるため階段とエスカレーターを利用した校舎客は XP ありない3階の改札へ誘導され XP ありないを通らないと外に出られないようになっている。これはパーク利用者とオフィシャルホテル利用者が 前浜駅側改札を数多く利用するため、降車客との服装を避けるための措置であるとされている。以前、上記の措置は10時22時30分の間であったが、京葉線への乗り継ぎ利用者が一番近い出口から出られないという苦情が出たこともあり、両パークのアフター6パスポートによる入場が一段落する18時30分以降は乗車客が減るため、 校舎客との服装も問題がないという判断によって変更された。駅内部のデザインは白やクリーム色を基調に、ところどころ緑や黄緑があしらわれ、南国をイメージさせる明るい仕上がりとなっている。また、ホームの屋根は乗車ホームと校舎ホームをまたぐアーチ状で、柱がなく線路部分は吹き抜けとなっているため、優雅さと開放感を両立している。 駅構内の案内表示は、緑と黄緑の縁取りがなされ、さらにヤシの葉をイメージした装飾が施されている。2019年度の1日平均乗車人員は19,270人で、ある。ディズニーリゾートラインと京葉線、前浜駅との接続駅であるため、東京ディズニーシーステーション駅に次いで、利用客が多い。開業以降の年度別1日平均乗車人員の、推移は、 以下の通りである。駅にバスターミナルはないが、舞浜駅のバスターミナルと近接している。舞浜駅バス路線を参照。ありがとうございます。